験、体温を上げてキレイ度をアップさせる温活料理教室を主催している青木由美子です。今回は高子先生のコンサルについてお話ししていきたいと思います。私が料理教室を始めたのは今から20年ほど前になるんですけれども、その時は計画性もなく、近所の人を集めて趣味な程度で本当に継続してやっておりました。その中やっぱりちゃんとした自分の仕事として料理をやっていきたいと思った時に高子先生と出会いました。高子先生の出会いはホームページをまず作れるようになりたいなと思って申し込んだんですけれども、やっぱりホームページを作る中でとても大事なことを教えてもらいました。やっぱり自分は一体何ができるんだろうか、自分は誰のために何ができるんだろうかというね、自分見つめから始まりまして、それを本当にアドバイスをもとに作っていったんですけれども、私ができることということを見直した時に、私は4人の子供がいるんですけれども、その子供たちが喘息だったりアトピーだったり、あと義理の両親がとても病気がちで介護も一緒にやっていたりとかして、そんな体験が誰かの役に立つのではないかということで、体温を上げて免疫力を高めてキレイ度をアップさせる、そんな代謝アップの温活料理教室がいいんじゃないかということで、まず新しいコース作りが始まりました。で、以前は本当に2000円とか2500円とかその程度の単発教室が、今回作ったのは3ヶ月3回コースなんですけれども、4万5000円のコースでした。で、最初は本当にそんな高い値段で人が集まるのだろうかととても不安だったんですけれども、やっぱり先生の中のご指導の上でブログを書いたり記事を書いたり、やっぱり自分と向き合って誰かのためにということで、やっぱり書き続けることをやっぱり毎日行っていました。そんな中コース集客が始まったんですけれども、やっぱり知らない人からこうメールが入ってきたりとか、ブログを毎日読んでますって来てくれたりとか、本当に基礎講座がこう満席になった時には本当に嬉しかったです。これも高子先生のおかげだと思っています。高子先生のコンサルを受けて3年ほど経っています。3年前にはできなかったコース集客もできるようになりました。そして今では単発講座も一晩で埋まるような感じも出てきています。そして何よりも離れられない理由ですけれども、やっぱり高子先生と一緒にいることで自分への成長ができることがすごい大きなことです。やっぱり毎月コンサルがあるんですけれども、それは毎回の自分見つめの時間になっているんですけれども、やっぱり高子先生がアドバイスを出してくれたことをいかにこう行動できるかってことになってくるんですけれども、前に向かってこう行動していく、こういう大切なことをいつもこう伝えてもらっています。そしてこれから趣味ではなく自分の仕事として一生懸命頑張りたい方や前に向かって進みたい方、高子先生でしたらぜひ的確なアドバイスをしてくれると思います。高子先生にぜひお話を聞きに会いに行ってください。今日はありがとうございました。